はい、おはようございます。サブ雨と風がすごかったな。夜雨がパラパラパラってしてて、風がブワー吹いてて、もうそこら中落ち葉だらけ。だいぶ掃除しましたけどね。今かなり積もってましたね。見える、よいしょ、はい、8度6分。まあまあ、うん、そんな寒いね。ダウン着たわ、さすがに。靴下も履いたわ。さあ、そしたら火起こしの方をしていきたいと思います。薪割りからやね、はい。寒いな、ちょっと寒なったね。急に冷えたね。なんか暴れておりまして、暴れておりまして、ここが異様になんか元気なんやけど。はい、そしたら朝菜は、朝菜はよし、これでいけるっしょ。巣ごもりにして、よいしょ、チャークロス火打ち、し火打ちが、よし、頑張って起こしていこう。さあ、どんぐらい時間かかるやろ。早すぎひん。ほら2発やで。2発やで、すごいな。 2発でつくんや。素晴らしいね。リアルタイムノーカットでついたな。素晴らしい。あ、いいよ、あ、ついた。素晴らしい。 2発ってすごい。記録やで、これ2発ってすごいな。嬉しいね。お、あったけあったけ、あったかいな。あ、いい感じ、いい感じ。よしよし、燃えろ燃えろ。よし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 、いい感じや、これ。いや、クラフトしたかったのね、今日。で、材料いっぱい持ってきたの、クラフトしようと思って。白樺とか欅とか持ってきたのね。でも昨日のライブでなんかあのロープワークを教えてくださいっていうことだったんで、ちょっと、ロープワークしようかなと思います。撮れる分だけね。で、それ編集して1本の動画作りますわ。うん、だからお昼からはロープワークですね。その辺の木にくくりつけて、いっぱいあるから木が やれる。あのキャンバス持ってきてないから、そのなんていうの、あのタープとかないんで、張り綱だけで、あのせんとダメですけどね。はい、それでは、まあ、鉄鍋っていうのは使い勝手がいいね。何でもできるもんね。熱っ、
汗いこれでいいかな。はい、出来上がり。ウインナーのミートパスタ、よいしょ。はい、見栄えこんなもん。インスタントやけどね。すぐ食べなあかんけど。はい、完食。ごちそうさまでした。はい、それではお昼ご飯、ちょっとスモークリベンジ持ってきたよ。まあ、クソみたいな。よいしょ、こっちの方がいいか。よいしょ、スモークリベンジ。さあ、今日はね、この間ウッドブロックやったから、今回はウッドチップでやってみようかなと。うまいことできるかな。この前味薄かったもんな。よいしょ、できることを信じて頑張ってみようかなと。およ、これでいけると思う。こんな感じ。よいしょ、こんでいいかな。はい、今回燻製になる材料はベーコン。ベーコンやりたいねんな。この間味つかんかったからあんまり。で、まあいつものチーズ。カマンベールチーズやったらだいぶなんかうにゃうにゃになったから、今回は、ブラックペッパーとアーモンドにしました。で、タガの SA で売ってたちくわと卵先に抜きにしたので2個。それとウインナー2本。で、これで。やりたいと思います。チーズ、よし、これでどうすか。でんでんでん、ザラメ引いたよ。ベーコン、ソーセージ、ちくわ、卵、チーズ。よし、これでちょっとやりたいと思います。楽しみやな。うまいことできるか笑えるか、どっちかですね。はい、おお、桜のいい薫煙が、なんかすごい匂いしてんねんけど。お、こんな匂いなのね。へえ、よいしょ。さあ100度、今火止めましたけどね。あっちはあっちで焼けてるんですけど、さあ、感じに色がついてた、さっきちょっと見たけど。
どうこれ、やりすぎ、ほら、うわ、ちょっとチーズがやりすぎてる部分もあるかもしれへんけど、多分こんな感じでいいんかな。ちょ、でも色は全然ついてるよね。だけどな、後ろのやつどうやろうな。うん、おいしい。あ、めっちゃうまい。何これ、いや、全然味違う。何これ、めっちゃおいしい。お、この間のと全然違う。チーズは柔らかになってんな。これちょっと、よし、お肉もできたし。さあ、ご飯はどんな感じ。せーの、よいしょ。おお、うん、できてるできてる。ご飯できてるよ。うん、うまっ。ちくわどんな感じ。すんごい色してるな。おいしいな。燻製の意味がよくわかるわ。ベーコンめっちゃうまい。これ焦げてても関係ない、味がすごいついてる。ほいはい、完食。うわ、欲しかった。ごちそうさまでした。あー、片付けるの嫌やなこれ。結構散らばったで。こっちもあるし。さあ片付けてお風呂入りに行こう。お風呂シャワーね、その上のね、あそこの。はい、じゃあちょっと片付けたいと思います。はい。行ってきた。あのシャワーめっちゃ気持ちいい。サラッサラだった。あの焚き火でもういぶされてたからすんごい、あーツルツルや。めっちゃ気持ちいい。だいぶ冷えてるな。全然気温が上がらないね。上がらないっしょ。はあ、もう4時やな。いろいろなんかしてたらもうあっという間に時間は過ぎちゃうね。ああ、2泊3日でもなんか短いような気がしてきた。はい、それではね、まあ火炊いてるしもったいないから安納芋あったのね、買ってきたから安納芋焼いてワンズと食べたいと思います。こいつらめっちゃ好きやから。大好物やで。あっという間になくなるの。私1個食べさせてもらえるかな。 3つあるけど。安納芋美味しいよねこれ。ええ感じに出てきているんじゃないのこれ。おいしそうに見えへんけどまだ。はい、それではできたと思うのでちょっと冷ましとこう。よいしょよいしょ。これもうちょっとかもしれない。一番大きかったからな。もうちょっと閉じ込めとこうか。さあどうなってるやろうね。バンズと取り合いやぞこれは。おおおお、一応出来上がっとる。おおおお、すげえ。まっきっき、いやワンコが、ワンコがえらいことになって後ろで。落ち着きなくなってきた。うわーすげー、なんじゃこりゃ。ちょっとだけ、ちょっとだけ食べ、ちょっとだけ。熱っ、熱っ、さすがに素手やった。熱いな。ちょっとだけな、ちょっとだけ味見な。
あんま。うわ、これめっちゃうまい。甘い。すっごい美味しい。もうさつまいもの日じゃない。うまいわ。すげえ。うまそう。うわ。ホクホク。そらうまいや。甘いもん。すごいな。よいしょ。よいしょ、待ってよ。あ、もう冷めたから食べれるよ。待って。ここ。ふい、寒くなってきましたで、7度、7度6分それではね、最後夕食、この間山梨行ったでしょ、なのでほうとう買ってきた、買いましたやんおまけで出てたでしょで今日このほうとうを食べようかなと思って、材料を持ってきました。さあ、そしたらほうとうを作っていこうと思います。よいしょ。大体はもう切っておいてあるんですけどね。椎茸、白菜、かぼちゃ、かぼちゃがないと、小芋、エリンギとネギ、人参、大根、以上かな。これね、あとほうとうと味噌と入れて炊けば出来上がると。よし、ではこれで、火にかけたいと思います。それではね、甲州味噌入れたいと思います。おお、いい感じ。いやいや、ほうとうやからな、お味噌入れない。この味噌がまたうまいね。もうほうとう大好きなんやけどな。みんな嫌い？あんま食べることないかな。大阪人あんま食べへんもんな。でもあっち行った時、関東方面行った時は必ず買って帰りますけどね、ほうとうは。よし、拭いた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 、おー、拭いた拭いた、よし、拭いたら OK で、たんと思ったの。わかる？500g のサーロインステーキを買ってきたの。ほら。どう？これ。このまま持って帰りますけど、食べられへんから。こんなに食べられへんね。500g って、すごい肉やん。よし。うので、蓋開けてみましょう。オープンな。よし、できた。美味しそうやんか。ほら、おおおおおお、ドロドロなってる、ドロドロなってる。これが醍醐味やね。おお、美味しそう。よいしょ。おお、具だくさん、具だくさん。よいしょ。おお、ちょっとおろしとこうか。よっ、ほい、
あ、暑かった。ではいただきます。優しい、美味しい。何やろう、ファイヤーアート、アートファイヤー。いや、ちゃうね、あれヒマラヤ行った時にこれなんか面白いっすよって言われてこの間買ってきたんですけどね。これ入れたらなんかいろんな色になるんでしょ。ちょっとやってみようかなと思います。おっ、きれいきれい、めっちゃきれい。マジでマジで、ほら色がすごい。おお、いいじゃんいいじゃん、青や青。いや、これ楽しいな。あ、これテンション上がるわ。だいぶ気温が下がってきました。ワンズは後ろでご飯食べたのでもう暴れてますけど、うるさいねお前ら、やめて。だから ロープワークの続き、やっていきたいと思います。おお、だいぶ冷えてきたな。4,5 度ってとこやな、やっぱり寒いよ。はい、おはようございます。寒かったな、なんかめっちゃ寒かったような気がする。4度。ああ、幕内も幕外も一緒やね。4度3分4度6分。ああ、ちょっとなんか寒かった。さあ、朝からなんかバタバタしてたけど、さあ片付けて帰りたいと思います。それ昨日とは一変、今日はえらい晴れだね。放射冷却か、むっちゃ寒いけど。はい、だいぶ片付いてきました。中は全部取り出しましたよ。さあ、あと外だけ。いや、めっちゃいい天気だね。あー、今日キャンプ、今日もう一泊したいぐらいやね。琵琶湖、あそこ、ここ琵琶湖見えへんけどね。続きました。あとは積み込みだけ。あー、しんど、やっぱり2時間かかるな。物が多い。はい、積み込み完了です。さあ、乗って、ほら、あ、乗って、あ、行って、ほら、よっしゃよっしゃ、上がって、ほら、上がって、ほら、はい、じゃ帰ります。お疲れ様でした。目的地までおよそ 130km です。2時間5分ぐらいかかります。料金は4040円です。おー、素晴らしい。ピーカン、琵琶湖綺麗な、いいな、素晴らしい。はい、菩提寺定食、美味しそう。はい、そしたらね、ドッグランの方を連れていきたいと思います。よし、あ、ちょっと休憩したら帰ります。琵琶湖じゃないよ、なんか分からんけど、湖、なんか池みたいな。はい、到着、お疲れさ。はあ、疲れたね。じゃあね。